チョコカーニバル？お、じゃあ行くか。はい、ということでね、こんにちは、ライムです。今ですね、本編クリア後に初の動画なんですけど、まだ喋んない方がいいか。じゃあ集めてみるわ。はい、ということでね、今モグチョコカーニバルというね、期間限定のイベントなんですけど、今日が1月24で2月の半ばぐらいまでこのゲーム内のイベントがやってるということで、さ、これやりたいなと思って、ちょっと遊びたいなと思って、久々にちょっと15をやってみたというわけなんで、楽しみましょう。で、モグチョコカーニバルで入手できるメダル、何枚か集めると交換所でアイテムで交換できます。花火大会モグチョコナイトを特等席で見るため、お祭りを楽しみつつメダルを集めてみましょう。まあ、といった感じで完全にミニゲームですね。息抜きでやるような多分イベントだと思います。おー、オルティシエですよ。完全にモグチョコカーニバル仕様ですね。ということでね、確かね、服装が、専用の服装が確かあるはず。今これは選ばれし王の衣装なんですけど、あ、これだ、これ、モグチョコ T シャツ、モグチョコカーニバル限定 T シャツこれひどい、これがルシスの王ですよすごい格好だけど、すごいな。はい、ということでね、まあこれが交換所なのかな。こちらは商品交換所です。メダルをお持ちですか？はい、ゼロです。これか、特別宿泊券、特典としてモグチョコナイトを特等席で鑑賞できる。50枚必要ですね。50枚集めれば、とりあえず、まあ、目的というかミニゲーム。こちらは商品交換所です。で、これは消費アイテムですかね。消費アイテムとも交換できると。こちらは商品交換所です。メダルをお持ちですか？こっちもそうですね、消費アイテム。あれだ、シドの武器改造に必要なアイテムをここで全部交換できるんだ。すごいね。どうしても取れないっていう方とかはここで遊ぶだけで取れちゃうという、お得。あとは食材だね。なるほどね。なんか特別な武器とかっていうのは特になさそうですね。カーニバルのついでにゴンドラはどうだい？何ができるんだろう。撫でる。今夜のは絶対にいいの？だぜ。いい場所探そう。あら、よし。よし。よしよしよし。楽しそうだな。楽しそうだな。そうなんだ。俺は断然チョコボだ。おお、これだ。チョコボモーグリ。お、チョコボじゃねえ、モーグリがいる。モーグリクイズって普通無理じゃね。だよな、ルアーって何って感じ。飛んでっちゃった。え優しい優しい。戻ってきた。モグチョコメダル2個。いいことした。ようこそカーニバルへ。で、写真ここがいいんじゃない？うん、景色いいし。イチャイチャ割烹だね。これがカーニバル開催中です。お祭りの間、ここでもチョコボレースを開催しているんです。あなたもレースに挑戦してみますか？
そういえば結局本編クリアまでやったけどチョコボレース一度もやってねえ気がするついにここでチョコボレースができるのか。マリンスキャンパー頑張っていいタイムを出すといいものがもらえるんだって。よしやるか。やり方から教えてほしいんだけどな。ヒント、チョコボフープ、チョコボに野菜を食べさせましょう。読めねえよ。制限時間内にゴールしましょう。チェックポイントを順番に回らなかったりコース外に出てしまったりすると失格になりますと。まあやってみろってことだねこれ。レディー。てか操作覚えてるかな。 R2 で走るだよね。おお、速くなった。よっ。それ。うり。あ、あれこれ取ってかないとダメなのかな。これが餌か。どっちこっち？こっち正規ルートなのか。おお、トゥットゥドゥー、ファンファーレが。ベストタイム57秒。で、お疲れ様でした。おめでとうございます。次は新しいコースも用意しておきましょう。またの挑戦をお待ちしております。え、なんかコインメダルもらえるんじゃないの。お祭りの間ここでもチョコボレースを開催しているんです。あなたもレースに挑戦してみますか。そうそう、新しいコースもありますよ。どういうこと。ウォーターパレス、とりあえずやってみるか。ああ、あれか、いいタイムじゃなかったってこと、もしかして。よし、やるか。なんかちょっと残念でしたねみたいな。出てほしい。何もアナウンスがないのは分かりづらい。レディー。よっ。お、さっきと道順が変わってる。それ。おおお、水の中もいけるんだ。あおおおおおお、もう今のでちょっとダメそうな気がする。この餌を食べてと。え、通過してないチェックポイントがある。お疲れ様でした。残念でしたね。難しいな。またの挑戦をお待ちしています。もう一回、お祭りの間ここでもチョコボレースを開催しているんです。
あー、走りながら行かないとダメか。あ、こっちがあったのか。これは分かんなかったわ。これか、こっち行くんだ。あー、もうグダグダ。レディあー、くそ。レディーゴー。うりよっ、それ。さあどうだ。ベストタイム更新。つうか明確に何秒切ったらもらえるとかないのか。お疲れ様でした。おめでとうございます。お、またの挑戦をお待ちしております。え、もらえないの？もらえないの？何かしらもらえないの？なんだよ。え？こうしろって？なんだこれ。なんか始まったぞ。ほのぼのしてんな。さあ、あとミニゲーム他に何があるんだろう。マップシフトが使える。こっちの方は何もなさそうだよね。うわ、なんかサブクエストいっぱいあるぞ。何これ。サブクエストまであるんだね。これか。ちょっとごめん、ひなチョコボを見かけなかった？いや、どうかしたのか？実はさっき展示予定の子たちをうっかり逃がしちゃって。もしひなチョコボを見つけたら捕まえて届けてくれないか？手伝ってあげようよ。チョコボ探しなんて面白そう。え？ひなチョコボを捕まえる。え、15匹。なんと15匹。あっちはもう見たか？とんでもない数ですけど。あ、風船が。またか。あ、マップシフト使えない。
街で使えるの楽だな。オルティシエで使いたかったな、これ本編でも。本編でも使いたかったな、これ。お、いた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 。よし。この子逃げちゃったっていうフィナチョコボだね。カーニバル開催中です。ん？心を込めて作られた仲良しモーグリ6兄弟。楽しいお祭り。心待ち。一足先に旅立った。探し出せたら幸せ注ぐ。古き。え？カーニバル開催前夜、6体の人形が姿を消しました。彼らをすべて見つけた方にお祝いの品をお送りいたしますと。何これ？街のどこかにモーグリ6兄弟の人形があります。彼らの姿を撮影し、イベント係員に報告しましょう。R2。面白そうだな。これやることめちゃくちゃあるね。この人形と同じものが街の中にいくつかあるって。楽しんでいってくださいね。これね、これを探せばいいんでしょ。で、カメラ、カメラあった。これで、これで撮れるんだ。ひなチョコボ探しつつ、モーグルの人形も探しつつ、楽しんでいってくださいね。お、いた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 、チョコボいた。逃げる、逃げる。これ2匹目ですか。お、これじゃない、これ、あ、違う、これゴンドラのモーグリだった。人形じゃないね。人形ではないか。次は何を見に行くんだ。マーゴ。さあ、ここでもクエストが。あれ、君は店長の知り合いだよね。ああ、で、その店長は留守なんだ。だから忙しくてさ。よかったら店を手伝ってくれないかな。仕事の出来で報酬増やしてあげるよ。どう？悪くない話でしょう。なんだか面白そう。ノクト手伝ってあげようよって。好きかって言うぜ、このカーバンクル。もしその気になったらここに来てよ。何すんの？暴殺マーゴのお手伝い。店の手伝いやってくれる？軽く働く。イージー、ノーマル、ハード。イージーから、マーゴのお手伝い。制限時間以内にお客さんからたくさんの注文を受けて正しく料理を渡しましょう。900点以上でクリア。一人から注文受けます。はい、以下の注文を受けました。マーゴラザニア、魚の姫。お願いします。できたよ。お、料理をお客さんに渡しましょう。お待たせしました。あー、こういうやつか。そうだ、記憶力が試されるやつだ。すみません、お願いします。できたよ。お待たせしました。うまそうだ。これまだ一人ずつだからできるけど。すみません、あ、そっちか。お願いします。できたよ。今全然見てなかったけど、多分ふ2品だけだよね。お待たせしました。あ、お待たせしました。失敗してる。美味しそう。あ、あれいいのか。これかける2とか数もあるのか。すみません、注文お願い。フィテネデルチェルニア1個で、ね、はい、デルデルチニアと、え、あ、こっちか、はい、マーゴラザニア。お願いします。
できたよ。マーゴラザニアが右、右のおばさん。マーゴラザニア。あー、落ちちゃった。降りちゃった。お待たせしました。こっちがこれだよね。こっちがこれで。お待たせしました。いい匂いね。オッケー。これで1000ポイント。もうクリア条件を達してる。すみません。注文お願い。キャビア、キャビア、贅沢キャビア。はい、マーゴラザニア、魚のヒュメ。お願いします。マーゴラザニア、魚のヒュメが右。もう時間ないじゃん。あ、終わった。そういうやつか。すごいよ。うん、報酬も弾んじゃおう。ぜひまた手伝いを頼むよ。モグチョコメダル3つ。これ50個集めるの大変だな。店の手伝いやってくれる？これ一回、多分ハード絶対無理だけど、一回ハードやってみよう。多分ね、絶対無理だと思う。1500、3人からほら、もうこれだよ。すみません。注文お願い。ああ、もう注文、注文受けられないし、注文受けられない。はい、マーゴラザニア、魚のヒュメ。はい。マーゴラザニア、贅沢キャビア。はい。お願いします。マーゴラザニア、これお待たせしました。この人がこれでカナッペだよね。よし、オッケー。で、こっちがお待たせしました。マーゴラザニアと違うよ、これ。あれ、お待たせしました。おいしそう。で、3人から注文受けよう。注文お願い。すみません。チェルニア、チェルニア受けて、チェルニアを受けて、はい、うわ、3つ、3つ、はい、あー、やばい、やばい。できたよ。アーゴラザニア、ヒュメ。お待たせしました。この人がね、これ、これで、これがね、下3つだった金額。違うよ、あー、うん、うん、分かってんだよ、分かってんだよ、分かってた、知ってた。お待たせしました。いや、ボタンミスった。いい匂いね。オッケー。ふう、で、4人から注文。4人。おい、注文聞いてくれ。魚のヒュメ。注文お願い。魚のヒュメに。はい。贅沢キャビア。はい。え、あと1人誰、はい、誰から受けた今。誰の注文、こいつじゃねえよな。え、誰、4人目誰。あ、こいつ、こいつ、まさか違うよね。はい。え、4人目どこよ。謎の4人目どこにいた今。よよよよ、え、4人目どこにいた。次は何を見に行くんだ。このバンダイさんじゃないよね。1、2、どこに人がいる。謎の4人目。まあいっか、とりあえず。次は何を見に行くんだ。官庁街駅。いたー、チョコボいるー。逃げろ、逃げるな、逃げるな。順調って、あとまだ12匹くらいいるんでしょ、これ。楽しんでいってくださいね。あれ、これじゃない、もしかして。これだよね。
違うかな、撮影 R1 多分これだと思うんだな。クエスト概要で見れるのか。あーこういうやつか。あ、場所ちゃんと書いあるんだね。あるじゃん、ここの通りに行けばいいんだ。ということは今撮ったの全然違うモーグリっていうことね。全然違うじゃんそれ。全然今僕が撮ったの違うじゃん。そんな罠ある？三男モーグリから行く？まあ行く先々でね、多分チョコボもいると思うので無駄にはならないと思うんだよね。ん？ここ？ここにいるのか。もしかしてあれのことじゃないよね。あれじゃないよね。場所的にはここなんだよな。あれってことかな。鼻が黄色いやつだよね。あれじゃない。鼻が黄色いやつだもんね。こいつだな。え？あれってこと？もしくは。あれか、あのゴンドラ待たないとしょうがねえわけか。よし、オッケー取れた。で、長男モーグリ、ここかな。末っ子モーグリ、ピンクの花、ピンクの花のモーグリ。ようこそカーニバルへ。メダルがちゃんと落ちてる。ちゃんとっていうか普通に落ちてる。これだね、ノクトって言ってるけど。お、チョコボー、チョコボー。え、あ、これか、これだ。こんなとこにいた。これでしょ、ズーム。え、逆だった。これだよね、はい。よし、そして次はと。五男も、五男はコロシアムだから最後にしよう。四男モーグリ、新たなクエストがある。あれ、ここ上か。拾い物でもメダル結構集まりそうだな気がするぞこれ。楽しんでいってくださいね。あれ、ここ官邸じゃない。官邸なんか入れるんだね。このクエストなんだろう。都の潜りクイズ、なんか入り口付近に行ってたやつだ。モーグリクイズで、あなたのモーグリマニア度を診断します。クイズの結果によって診断後に入手できるモグチョコボメダルの数が変化。
これ絶対わかんねえよ。気にしたことねえよ、この本編中のモーグリなんて。それではちょっと質問よ。モーグリと聞いて思い浮かべるのは？人々に愛されるお守り？イリスが言ってたやつ？そうそう、オッケー。この世界ではお守りにされてるんだよね。そう、それは覚えて、リースがくれたから。モーグリは僕と同じ伝説の生き物なんだって。じゃあ問題、カーニバルで飾られているモーグリの数はどのくらい？知らねえ知らねえ、結構多い。100匹より、あ、でも具体的に言ったら60匹。正解。おお、やるじゃん、さすがノクト。ご参加ありがとうございました。あ、マジで。さあ、こちらのメダルをどうぞ。一発モーグリファン5個もらっちゃった。2問だけで助かった。モーグリクイズはいかがですか？もう一回できんだ。それではちょっと質問よ。モーグリと聞いて思い浮かべるのは？おやさま、あ、同じ？もしかしてこれ簡単に、もしかして手に入っちゃう？じゃあ問題、カーニバルで飾られているモーグリの数はどのくらい？もっと引くぐらい難しいやつ来るのかと思った。あー、1回しかもらえない、さすがに。さすがに1回しかもらえないメダル。これあれだね、今現実にあるスクエニカフェだね、モチーフにしてるんだね。ようこそおいでくださいました。高橋店長、これ多分現実にいる人だよね。何にいたしましょう？おお、チョコボのキッシュタルト。チョコボのスタミナ消費が 25% ダウンする。すぐにご用意いたします。お、来た来た。おお、これ多分現実にあるんですよね、多分。知らないですけど、おそらく。後でイグニスに作らせるか。お、イグニスが新しいレシピを習得した。これせっかくだから、もう片方も。これもしかして無料？お金が書いてない。すぐにご用意いたします。お、食べて食べて、超うまそう。後でイグニスに作らせるか。お、覚えた。いいね。どうぞカーニバルをお楽しみください。さあ、さてですよ、4男、ようこそカーニバルへ。4男を探すと、おお、チョコボ、ひなチョコボいた。ひなチョコボ待って、あれどこ行った、あれどこ行った、おいおい、すばしっこすぎない？行方くらませたぜ。楽しんでいってくださいね。まあいっか、また会えるか、多分。四男はここの付近なはずなんだが、あ、いた、あれだ。こいつだ。
なんか撮影クリアにならないんだが、撮ったはずなんだけど今。オッケー、近すぎてもダメなんだ。あとはこいつか、こいつとこいつどっちがいいんだろう。長男潜り、さっきのひなちょこぼほんとどこ行っちゃったんだろうね。あ、いた、いた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 、ほら、よしよし、楽しんでいってくださいね。あれ、ここ、よかったな。こいつじゃないよね、ここにいるのじゃないよね。はて、おお、ひなチョコボいる。こんなとこにひなチョコボがいる。もしかして君じゃないよね、もしかして君じゃないよね。赤い花だから空の近くでいつもみんなを見張ってるって書いてあった。空の近くってことは上か、上の方。はい、ライブです。ですね、さっきショッキングなことがあって、動画をね順調に撮っていたんですよ。で、メダルも50枚集めて特別宿泊券をゲットするとこまで行ったんですよ。行って、で、動画が撮れてないことに気づいちゃって、途中から最悪ですよ。皆さんにお届けしたかったのに。で、一応見ました。龍栄ホテルに泊まって、その特等席で花火大会というか、モグチョコナイトみたいな。こちらは商品交換所です。メダルをお持ちですか。で、また50枚で特等席のチケット交換できるかなと思って来てみたら、なんか変わってますね。 VIP 会員証っていう風に変わってます。モグチョコカーニバル開催中の優待会員証、何度でもモグチョコナイトを特等席で観覧できるっていう、これがなんと、しかも99枚。マジかと。さっきメダル集めるのあんなに苦労したのに99枚集めんのと思って、俺結構ちょっと地獄ですね。マジか、本当にこれは皆さんにお届けしたかったんだけどな。ということでということで、またメダルを集めたら、その時は今度こそ改めて、はい、動画をアップしたいと思いますので、とりあえずなんとかしてメダル、これまだ、そういえば、あ、まだ足りないな。ひなチョコボの数もまだ足りてないですしね。ちょっと集めてきます。なんとかして、ということで、はい、不完全燃焼だとは思いますが、今回の動画はここまでにさせてください。それではご視聴ありがとうございました。